わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。高野香です。はい、さあ皆さん、何これ、やってまいりました、わたあめ工房で、わたあめパーティー今日は何をやると思いますか。わたあめパーティー、正解。いやはい、ということでね、これわたあめ作る機械なんですが、まあ、普通にザラメを入れてわたあめも作れるんだけど、うん、その飴でもできるらしいのよ。こういうね、市販の飴玉で作れるという噂なんだね、うん、自信はない、うん、作ったことないもんな。だからやってみようということで、うん、お祭りも近いしね。あ、そっか、夏祭りの時期ですね。夏祭りが、うん、なのでちょっとなんかね、スイッチ入れるとすげえうるせえらしいけど、入れて、入れます。スイッチオン。あれ、静かになった。なんか俺のスイッチの入れ方が良かったみたいですまずさ、うん、じゃあザラメで普通に作ってみる。普通にいってみます。スタンダードわたあめってザラメからできてますよね。ザラメです、うん、何個作れるんだ、こんなにあったら。電源をオフにしてくださいって。え、あら、めちゃくちゃ入れたのに。おい、で、回転皿にザラメをスプーンの約1/3。スプーンの3分の 1? スプーンっていうのはそもそも何のスプーンを指してるか分かんないんで、どのスプーンを指してるか。おまかんでいこう。おまかん、おまかんってお前の感覚じゃないですか。お前の感でいく。違いますよ、お前の環境ですからねこの場合のおまかんはお前の感覚でいく大体 6g って書いてる。 6g そんなもんでできるんですね。 6g 体感で。直間さん 6g どんくらい。行き過ぎちゃうか。行き過ぎちゃうか。このくらいじゃない。あー、どうでしょう。これ綿飴何人分できると思う。これこれで1キロなのよ。これぐらいだって、なんならちょっと少ないんじゃないかなって思ってとりあえず入れてみっか。こんなものは試しよう。俺らってね、当たって砕けていくタイプ。そう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 当たって砕けて、あとは知らねえっていうタイプ。回転皿の奥にザラメを割り箸などで鳴らしながら詰める。回転皿とこれ黒いとこ、ねうん、これ入れてぶっ壊れたらウケますね。今日の終わりだもんね、うんここしかないと思うけどな。あ、入った。ん、なんかおかしなところに入り込んでないか。大丈夫か。あ、やっぱこのもこのもんじゃない、量的にほら、うん、入るのがさ、いいんじゃないですか。で、これで鳴らす。さあ、そしてスイッチオン、ゴー、カジャゴー、うい、ファイナルフュージョン承認。3分ぐらいお待ちください。これを3分待つ。おお、結構待つか。ラーメン食べる。ラーメン食う。ラーメン温めて終わりじゃないですか。ラーメン食う時間ないで3分じゃん。できたら終わり。できたら終わり。いい匂いしてきたわ。ほんと？うん。マスクしてて何にも匂わない。あれ？俺これファントムスメルかな。練習がしてんじゃん。今この光景だけでわたあめの匂いがしてきたような気がしてたんですよ。ザラメの香りするよ。今ザラメの。あー、はいはいはい、ザラメが糸になっていくような匂い。うん、べっこ飴みたいな匂いがちょっとする、うん、生田さんやっぱ鼻が悪いのかな、詰まって鼻炎だから。これは準備ができたら見た目で分かるんですかね。スパイダーマンみたいに糸飛び出す。出始めるから。あ、出てる出てる出てる。いけいけ出てる出てる。いけ、どうやってやったの。そう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 、そこ燃えるから燃えるから。こういう風にやるの。おー、来た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 。おー、すげえ、テンション上がるテンション上がる。超綺麗な綿あかし作ってやるよ。なんか飛んでますけど、飴が飛んでいくね。飴が飛んで俺の顔に降りかかってる。そうそう、その取り方で合ってんのか。え、違うの。綿飴ってこんな風に作ってません。素早く素早くなの。飛ばないよ素早く。あ、おー、いい感じ。巻き取ってる巻き取ってる。で、大きくなってきたら一回この上空でくるくるくるって回して丸くしろって書いてある。へー、もっと大きくないと。甘い繊維がめっちゃ宙を舞っている。すげえこれ汚っ、ね、一瞬で汚れるね。ザラメすんげえ溜まっていきますね。あと意外とでかくならなくないですか、綿菓子。俺これあちょっと そうなるから、そうなるから。ちょっと待って待って待って。そしてなんか硬そうそうなるから、繊維が固まりすぎたから。これ ちなみにいつ終わる、この ザラメが糸化するやつ。ザラメがフィニッシュしたら終わるんだよ。じゃあこれ一人分かな。俺が作った綿菓子食わせてやるからな。なんか今食わせてやるから。空間にすげえ飛んでるしさ、カジャゴ。すっごい匂い。うわ、なんか待ってる待ってる。なんだその。帰りありまみれになるわこんな。なんだ。もういいんじゃない。もう取れて取れて。あのスイッチ止めてスイッチ。おかしいだろう。はい。
できたよ、俺の YouTube を見てる子供たち、美味しそうだろ。これがカジさんの渡辺だぞ。カマキリの卵みたいだね。僕じゃあ、はい、カマキリの卵。すげえ、あいつ。うわ、渡辺カッパ、こ、カッチカチカッパ、網に戻ろうとしてるんじゃない。渡辺どうよ、いけるやろ。うまいわ。だろ。うまいわ、これ。そういう風になるように作ったから。歯ごたえあっていいね、カッパ。歯ごたえがあっていい、うん、カマキリの卵みたいにさ、意味ある。めっちゃジョリジョリ言う。ザラついてるってこと？あ、そうっすね。あと、なんかもう全部歯に詰まりました。全部歯に詰まる。よかったよ。全部の隙間にがこれになりました、うん、今のでコツはつかめましたよ。ふわふわに作るためには、あの、硬くしすぎない、中心。次はじゃあ俺の会社で食うから、うん、スイッチ入れて。うん、次育てるやつ俺探しとこ。コーヒーとかどう？あ、これね、ダメだ、これノンシュガーダメな。あ、もうワンちゃんいくか。ワンシュ、え、ノ、ワンちゃん、ワンちゃんいくか。どういうこと？ノンシュガーってね、やっぱあんま美味しくならないらしいのよ。あ、でもやってみないと分かんないですよ。そう、やってみな。一応溶ければ何でも作れるはずですよ、ね、このモリモリ山の果物とか絶対美味しくなると思うんですよ。濃厚な飴がいいんだろうね、やっぱりね。で、片やこれは何で買ってきたのかもう意味わかんないよ。スーってするやつや。モンクスアイスバーグキャンディー。これ、あの、なんだっけ、これ、焼肉屋とかそういうところで買いに出されるでしょ。買いに出されるやつですよ。これ本当にスーッとする綿菓子ができるのかな。いや、だったら絶対食べてみたい。うん、それを試して、子供たちが、お母さん、僕もあれやりたいっていうチャンネルを目指してるじゃん。確かに。うちは常にそういうチャンネルを目指してきた。ねえ、だって俺らってやっぱり、その、対 NHK じゃん、もう。そう。対 NHK 教育ぐらいの心でやってるから。食も、伝統芸能も、教養も全部やっとるから、うん、NHK と対抗して。そうそうそう、ノーマルなやつを。これは 本気の綿菓子を作ろうとしてます、ね、形的に頑張って見てるけど。いけるかな。分かった、カジャ君、これね、うん、あの、やっぱりご家庭用なんで、うん、でかい綿飴を作るように作られてないね。なるほど。あの、だからあんまり量入れないんだ。ああ、よく分かったわ。でもパッケージの写真見てくださいよ。あれ、嘘です。カジャ君、はい、続きやって、続きやって。ちょっと、もう俺終わるから出るから。これでおしまいなんですか？もうこれ以上無理だ。こんなんでおしまいなんですか？残り作って食べて。はい、はい、ほら、はい、はい、はい、あ、もうなんかやることなってる、やることなってる。くさっ。くさやべ、怒られるかもしれない。焼いたなって言われるかもしれない。めちゃめちゃ匂いしてるだろ、編集部。これカジャ君下手だね。なんで？あー、飲んだ。カジャ君、中央には触れちゃいけないの。すげえうまいと思うけど。本当に？うん、ほらほらほら、いいよいいよいいよ。中央にずっと触れ続けてる。いいよ。詰まっちゃう、詰まっちゃう。あの、回すのよ、これ本体ぐるぐる。本体ぐるぐる。上で上で、いやいや、そうじゃなくて、横にし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 て回す。なんで伸ばそうとするんだよ。ほら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 、コツがつかめてきた。そろそろかな、ザラメ。うまいこと巻き取ってる。そうそう、フィニッシュっぽい。まだ独立してますね。フィニッシュっぽい。まだ出てる。スイッチ、これこれか。終わったんじゃない？もう終わったかな。ほら、どうよ。あの、落としてますけど。うん、これはまあ、そんな、ほこり取るんじゃないんだから。ダメだわ。もう食ってみよう。あ、さあ、行ってみましょう。ああ、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 押し込んでる、今。横からめっちゃ押し込んでる、見える。でもなんかこんなもんな気がするね。うめえ。まあけど、こんな硬くないよね、お店の方が正しい。うん。これ、半分ザラメだね。半分ザラメ。圧縮率が、シャリシャリ言うもんね。全部歯に詰まったでしょ、うん、全部埋まるでしょ。ブクちゃんが言ってたことは全部歯に詰まる、うん、本当に。コーヒーいきますか。コーヒー、おいしそう。ノンシュガーね。それどうしたの？ペンチでパーンするか、そのままいくか。一応砕くか。じゃあ行きますか。砕けねえよ。未知数だよ、俺。やりますよ、じゃあ。うん、あ、返したの。コンっていろんなところで返したけど、砕けはしたんですけど、あの、袋から出てきました。歯みたいなのが落ちてる。カジタ、難しいことわからない。カジタ、言われた通りやった。カジタ、悪くない。中村、悪い。ちょっと滑るわ。ああ。おぉ。いけるわ。綺麗に割れるね。うん。逆に粉々すぎて。うん、いいんじゃん。行ってみるか。おぉ、コーヒーの匂いがするわ。これすごいね、めっちゃ汚れるね。めっちゃ汚れますね、これ。
あ、もう溶けてる。もう溶けてる。もうつけた方がいいかもしれない。これ張り付いちゃうかもしれないな、うん、早く糸にしないと。来た？あ、来てる。来始めてる。あ、来てるな。来てる。これ俺が巻き取っていいんですか？いいよ。もうちょっと。そうそう。第3次。良い子は真似しないでください。カジタだから耐えられます。カジタ特殊な訓練を積んでるから。カジタ毎日火で炙ってるから大丈夫。カジタ毎日自主的にやっとくか。そう、修行してるから。あ、それうまいな。カジタ落とした、ほら、もう。もう。うん、硬それやるから硬くなるんだって。そうなの、締めちゃうから。カジさんおにぎりギュッて作っちゃうタイプだから。その方がお腹いっぱいになるでしょ。カジさんエアーを入れて、エアーを。お腹いっぱいになるでしょうが。言ったかな、こんなもんか。ああ、そっ、もうこんぐらいしか出ない。多分ね、1個だとこんぐらい。そうそう、こんなもんじゃないかな。こんなもんっぽいね。どう、カマキリの卵。カマキリの卵じゃん。カマキリの卵、それだわ。カマキリの卵を俺量産してます。はい、ブクちゃん。なんで全部ブクちゃんに食わんの。うわー、めっちゃ濃い。マジ？めっちゃ濃い。これ飴そのまんまになりますね。ノンシュガーでもそんなになるんだ。ノンシュガーでも美味しい？美味しいです。マジで？うん。だから練り飴だね。うん。どれいく？次は、じゃあ本当にコーヒーがコーヒー味だったら、スッとするかどうか試しましょうよ。か、次俺食べるわって言おうと思ったけどやめようかな。いやいや、行きましょう。そこは2つ行くか、これは小さいから。そうですね。これって割る必要ないよね。玉の状態でどんくらい糸化するのかも見たいですもんね。正直な話していい、この飴はさ、普段から別に美味しくないよね。あの、そういう飴じゃないよね。まあ、美味しい美味しいって食べる飴じゃないかな。すっきりしたいとか。おい、あ、言う？まあ、いいよ、マジ、まあ、すごい、さっきのコーヒー、口の中で完全に元の飴に戻った。一つになった。え、もう来てなんかすごい匂いする。目に来る匂いじゃないか。すんげえミントの匂い。これいいじゃん、アロマディフューザーとしても使えるわ。これ、編集部で炊いとこうぜ、ずっと。この後、ずっと糸を吐いてる。みんなその辺からパッて取って食べる。空気から、空間から、これがね、絡みつかない。すごい、これ絡みつかない。なんかね、くっつきが悪いですよね、ザラメと比べて。糖度かな。糖度か。固まっていく。はい、おまけのザラメついてきた。ミント。チョコミントみたいに。目に来る。あ、目に来る。あ、全部いった。全部の歯に張り付くぞ。ですからね。どう？何にも予想を超えてこないよ。この味ですか？この1個をさ、普通に食べたら5分ぐらいかかるじゃん。うん、30秒で終わるだけ。全く予想ないでしかない。もう超えてこない。じゃあ濃縮されたやつがガツンとくるわけでもなく、ただ30秒縮まった寿命が、飴の食べやすくなった。わたあめってそういうことなんだね。諸行無常やね。わたあめって、まあ、当たり前か、味が変わるわけないもんね。確かに。でもふわふわ感が出ることによって美味しくなるのは確実にあるはずなんで、どれか。エアリー感を味わいたいなら、味を足せるんじゃないですか、2つ入れたら。ミックスか、ミックスフルーツ行ってみましょうか。ミックスフルーツをミックスの、どうする気なの。それならパインもあるで。例えば面白いのでいくと、シュワシュワしたやつとかどうなるかとかね。ああ、これか。シュワシュワしたやつ、まあ多分炭酸が抜けるだけなんだけど。まずこれ炭酸の仕組みじゃないよな。これに耐えれるか。あ、喉が、これこのまま入れてみっか。うん、面白い機械ですね、これ。淡々と飴作りに没頭してしまう。まあね、ちょっとね、怪我したらあれかもしれないで、親子でね、やっていただけると。そうですね。親子がカジタを用意してもらって。来た。早いじゃん、結構。おお、固形の方が意外と。来た。今度は何味入れたの？今のは、CC レモン。CC レモンか。CC レモンの綿飴。シュワシュワするんですかね。シュワシュワじゃろ。シュワシュワが入ってるやつじゃないよ。シュワシュワが入ってるやつじゃなかった。じゃあただの CC レモンか、これ。そうそう。レモン味の綿菓子になるかどうかが。わあ、かっこいい。わあ、レモンだ。やべえ、カジャ君。めっちゃ酸っぱい匂いしてる。めっちゃレモンですね。これ一気に食ったらやばいぞ。酸っぱそう。
めっちゃレモンだわ。めっちゃす、あー、くるな。これだったら顔のパーツ全部中心いくわ。ぬーんってなる。ぬーんってなる。いくか。行ってごらん。あ、どう？酸っぱそう。酸っぱそう。どうなんですか？匂いが酸っぱいもん。ホットレモン。あー、あったかいからね。あったかいから。マジで。美味しいの？じゃあ。あのコンビニで売ってるポッカレモンあるじゃないですか。あれを炎天下に3時間放置した味。炎天下か。温めたんじゃない。あんま美味しくないな。半端にぬるいのやっぱ。半端にぬるい。半端にぬるいポッカレモン。ぬくもっただけ。これちょっとこれいきたい。あ、それもうほぼザラメと同系列というか。そうこの飴好き。これ好きだね。ね、何味好き？どっちの味好き？どっちが人気なのこれ世間的には。一番綺麗なやつ。琥珀色の。こっち？うん。うん。こっちが好きなんだ。俺ね、紅茶が好きだ。 あ、紅茶好きなんですね、うん、お、遠心力が純粋の遠心力。あ、来た来た、もう来た、もう来た。純粋早いぞ。え、レモンじゃないのこれ、残りじゃないの。いや、純粋でしょ。ちょっと酸っぱいんじゃないのこれ。純粋の純粋。純粋です、それは。純粋溶けるの早いんだ。多分でかい分、頭面積多いからすぐ溶けてる。あー、そういうこと、うん、熱のね、うん、伝わる場所がね。あー、茶色いね、茶色いね。茶色いですね。おー、綺麗。着色料もちゃんと出んのか。コーヒーちょっと茶色かったもんなって、めっちゃ、うん、これを洗う俺っちがかわいそうだよな。ああ、しょうがないでしょ。それで俺っちは給料もらっとるから。あいつは洗い物して給料もらってる。しょうがない。あらゆることをやってこれがメインなんだ。これがメイン。なんで焦げ巻いたの？ね、純粋行ってみよう。おお、梅いいじゃん。梅？塩飴じゃないかこれ。塩飴か。塩？塩？あれ俺っち。お前やりやがった。やっぱりレモン入ってんじゃねえか。レモンティーなってんだよ。レモンティーなってる。レモンティーなってる。最高じゃないですか。純粋とレモン混ぜるとレモンティーになるって。最高。一口もらっていいですか。あ、甘すぎる純粋。あ、でも俺食べたところ紅茶だ。俺の花壇部分純粋だわ、うん。俺だけ。なおさんだけ表面にレモンコーティングされてるんだな。これうまいわ。濃くない？でもちょっと味、深みがある。純粋の味は本当食った後に甘さ以外に紅茶の香りが。あ、まあそれはある、ある、うん、これは素晴らしい、いい組み合わせだわ。俺レモン強かったんだよ。ほぼレモンの方が勝ってた。個人的にはイチゴミルク一番食いたいです。おいおいおい、アンパイじゃねえかお前。これこのイチゴミルクってでも芯飴じゃないじゃん、あれ、うん、粉入ってる。あれミルフィーユ入ってるぞこれ。そう、これ多分ね、どうなるんだろうね。壊れちゃうかもしんね。壊れた壊れたで。やるか。動画終わりって言えばいいから。テストプレイするか。みんなやんないで、真似しないでね、これ。2つで。ダブルでいくんですか。雲の巣張ってる雲みたい。なんだろう、雨成分が少ないからな。雨成分少ないの。あ、でも出てきたか。中心の方に。匂いすげえきた。ゴリって。雨全然出てこないんですよ。出がすごい悪くないですか。悪い。だから雨分少ないからだって。これ後に何かミルフィーユの中身だけ残らないですよね、これ。いやー、それが怖いんだよね、うん、もう終わりじゃない。終わり？俺ちょっとこんなに美味しかできなかった。でも圧縮結構されてるぞ。しかも2つに分けちゃってるから。はい、はい、画面外の2人が食うっていう、うん、あー、すごい、そのままなんでしょ。マジマジでそのままなんですよ、うん、ただね、レモンが生き残ってる。酸っぱい。まだレモン生き残ってる。やっぱそうでしょ。レモン入れたら失敗だな。後半全部レモンだわ。本当。レモンが多分どっか残ってんすよ。もう一度。何それ。隅っこ暮らしのキャンディーか。これ猟奇的な絵面になる。でも棒ついてるよこれ。ねえ。棒から外して砕いて入れる。砕いたら棒外れるか。うん、これそうだ。こちらはリンゴ。そうだでしょ、そうだ。ソーダ味いきます。抜いてね。おい、おお、中に残さないで。残った。砕くか。砕いて抜かないとダメだよ、燃えちゃうから。結構簡単に折れる。幅よ、すっごい。カジタのパワー、うわー、おお、一発やんお前。よう、こんな一瞬中にちょっと残った。これちょっと待って、俺がこうやって持ってるともう鑑識だよね。
一体どんなパワーで砕かれたって言うんですか、これが。会社が持ってました。会社が。ケーブル。ケーブル、ケーブル。会社が。会社が一個一個手作り、あげる手作りでしょ、会社。何も悪くないから、会社。これをじゃあ作って終わりかな。そうですね。次こそはちゃんとした綿亀作ってありますよ。二人がかりでやります。今までなんか一人だとなんか腕足りないくらいの感じしてたんですけど。分かっとったわ。なんだそれ。なんだそれ。腕時計の中身みたいな動き。ドリフでこんなやつだよ。ほいさっていうのなんかドリフでやつだよ。やった気がする。ほいさ、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 もう残ってない。ほいさ、取れてやってる。でまだ出てきてる、まだ出てきてる、まだ出てるよ、まだ出てるよ。わあわあわあ、もう盗まれた俺の。OK、よし行くぞ。ちょっと俺食べてみたい、それ。え、おお、ちょ、食べてみたいんだ。やっぱカジラのやつ美味しそうに見えんな。なんか酸っぱい。あ、また酸っぱいよ。酸っぱいし、なんかコーヒーの味したわ今。どんどん混ざって。ただソーダだね。コーヒーソーダ。なんだろう、ソーダって綿飴に向いてないね。そう、綿飴を食べてる気持ちにならないね。なんすかね、あったかいからですかね。綿飴の歴史がこれだけあってこういうのが作られないってことはそういうことなんだよね、多分。そういうことなんかな。ザラメでしか作らないってことはさ、やっぱりいろいろ試した結果なんか味ちょっととっちらかるなって思ったんですか。飴だけでいいっていうあれかもね。でもなんか原宿とかで七色の色のやつあるけどね。あれ作ってるのすごいですね。どうやって作んねん。あれは多分色だけなんじゃない。はあはあはあ、うん、いや面白かったですね。いい勉強になった、はい、ということで、皆さんもご家庭で試してみてはいかがでしょうか。こうなりますけど。はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。お願いします。